はい。それでは本日は一級建築施工管理士の学科試験、令和元年の問い25番施工鉄筋工事について解説していきたいと思います。鉄筋コンクリート構造の背景に関する記述として、最も適当なものどれか。1、径の異なる鉄筋を重ね継ぎ手とする場合、重ね継ぎ手長さは細い方の径により算定する。この問題は合っております。まずですね、この鉄筋 D21 とか D16、また異なる鉄筋があります。 こことここの重なった部分、ここを重ね継ぎ手というんですけども、これが D21、えー、と D16、どっちの、えー、継ぎ手の長さで、えー、この、えー、重ね継ぎ手の長さを決めるのかというのを、えーと問,いえー、問いただしているんですけども、結果から言うと、細い方の主金の径に合わせます。なので、この D21 の方ではなく D16 の方で、えー、重ね継ぎ手の長さを決めるということになります。なので、今回の問題に関しては、細い方の径で、えー、算定すると書いてあるので、1番に関しては正解です。 そして2番、えー、壁立金の背筋間隔が下界と異なる場合、重ねすぎては鉄筋を折り曲げず、空き重ねすぎてとすることができる、えー。この問題はあっております。こちらの、えー、こちらを見ていただきたいんですけども、このように、えー、重なっているもの、そして、えー、とちょっと間隔があるものがあります。まあこれは、えー、下界とですね、えーまあ、1階と2階では、えー、間隔が、えー、違うという流れになります。なのでこのように空いてきたりするという流れですね。 なので、こうやって空いてくると、えー、無理に折り曲げてしまうと、まあ、体力が低下してしまうので、まあ、折り曲げないというのが、まあ、原則となっています。なので、ここは、えー、空いてもいいので、そのままの空いた間隔で、えー、鉄筋を、えー、定着させていくという流れになります。なので、これは空き重ねき手とするというのが正解になりますので、2番は正解です。そして3番。180度付きフック,フック重ねき手とする場合、重ねき手の長さは、フックの折り曲げ開始地点、開始転換の距離とする。 この問題は正解です。まずこれは何を言っているのかというとこの定着、えー、っと重ね継ぎ手ですね重ね継ぎ手なんですけどもここ、えー、フック付きの場合だとこのフックの部分がいるのかいらないのかということを言ってるんですけども結果的にいらないですこの継ぎ手の長さっていうのはフック開始のこの地点ここの地点の長さが重ね継ぎ手の長さになります まあ、鉄筋が曲がる寸前までが継手の長さ、まあ。45度フックとか90度、135、180度と等に、まあ、限らず、まあ45ないですけど、すみません。90度、1 3五180度に、まあ、限らずフックの重ねについては、えー、曲がり始めてからは、えー、意味ないよということですね。なので、この、えー、ここの部分が継、えー、手の長さという長れになりますので、この二番,、えー、番に関しては正解となります。そして4番。 えー、針主筋の柱にフック付き定着とする場合定着長さは鉄筋末端,末端のフックを含めた長さとする、えー、この問題は間違っていますまずですねこの問題柱と針を接合する際のこの定着の部分になるんですけども、えー、このフックというのはここの末端ですねフックここの部分は、えー、定着長さとは言いませんこのように、えー、フックを含めた長さと書いてあるんですけどもこうグイッて曲がったこれはフックの 定着になるんですけども、ここは予兆と言います。で、このグイッと曲がったちょっとこの,この地点、この地点までが定着長さと言います。なのでですね、今回言ってるのはフックを含めた長さと書いてあるんですけども、このものグイッと、フックを含めた長さではなく、ここまでが定着長さ、投影定着に長さになります。ここは予兆になりますので、この今回の問題に関してはフックを含めないので、4番に関しては間違っています。以上のことから、今回は4番が間違っているので、4番が答えとなります。